同じグラフわかるかな、ちなみに。最終責任はもうお前だぞ。はい。給料ゼロするじゃん。当たり前のことやな。そうです。それぐらいじゃないと。頑張るぞー黒字だぞお疲れ様です。お疲れ様です。本日の11月7日月曜日19時51分。今日はまあちょっといろいろ動画にもなっとるの。あれ動画になっとる？なっとるね。でも実はショーとリュウジと一人一人喋ってそういう動画になっとるんだよね。同じグラフわかるかな、ちなみに。確か。売上高は前年とそんな変わってないんだ、売上も。人数増えてるだろ。これはショーの数字かな。で、これが赤字のやつだな。で、まあここちょっと見ると分かるけどマイナス2400万円。今年初めてだな、この数字はな。前年は多分黒字だったみたいな。こういう数字でございます、皆さん。よろしいですか。はい、金川さん、数字を把握した。まあまあとにかく、まあ、何割いいとか、まあ、別として、まあ、まあ自分たちが一番解決策からな、何か問題点は、まあ新築の正直人数で材料も足りなくて、まあ、リース代、リース代もすごいな、これリース代も足りなかった1000万円かな、はい、これでかいで、でそれをやっぱリュウジも、まあ、ショーもこの俺に言われたらな、まあ、まずは、はい、こういう数字だからなんとかしたいですって俺にやっぱ声がかかって思うと手だったらやっとくから数字しか強かったと思うよ、あいつは。安保のため寝坊するし喧嘩はするし、確かに問題なんだけど、ちなみにシール班は、黒字。すごい。年々黒字が上がってる。でも俺は芝班なんかもう絶対黒字でしょ、と思うよ。ぶっちゃけね。もう思わん。リュウジはちなみに、あ、先に言ってくわ。まあ、正直にはそうと思うんだから、そんなにはさ、軽い感じで。まあだけど、まあ、リュウジの力も足りなかったし、うん、まあ、テラも最初そこに陥ったじゃん。人の力を借りね、こういうの嫌だろうなとか、こういうことは喜ぶだろうなとか考えるようなもんじゃん、それは。リュウジだしね、うん。でもテラってそうじゃなかったじゃん。何でもいいからやれみたいな、自分のコピーを作ろうとして、ぶつかったよな。携帯触ってるのにしゃべけよ、お前。すぐ喧嘩するもん、いつも。喧嘩じゃねえだろ、社長だぞ。すぐ喧嘩。喧嘩なんかすごいね、俺。言い合いしてる、すぐもう。困っちゃう。すごい、こっちに当たってくるもん。当たるって別に俺、イライラしないよ。これだけ言っとくけど。喧嘩っておかしいんじゃないんですかって。弊社ただただ怒るだけです。怒られたと思ってない感じがするもん。最終責任はもう、お前だぞ。はい、上手に使ってたからけど、みんなのやる気スイッチを押すのは得意じゃん。だからリュウジのやる気スイッチはここにあるものを見つけたそうそうそうだけど、まあ、リュウジは数字は知っとるなと思って、この間喋っとっても、ただそれをなんかうわーっていう風に出せないんだろうなって。 なんか僕の場合は、まあ、ちょこって言うじゃん、こうやって、うん、数字悪いぞ使えて、まあ、これだけやるときはやってるんだけど、うんうん、まあ、でも俺の口から言ってもどうせ分かってねえんだろうなとか。いやだけど、じゃあそれを数字出すためにはどうするの。現場に隣込みにでも行かなくなるじゃん。そうそう、俺もそうじゃん、はい、まあ、どうですか、他に言ったことある。もう納得しようの、ね、じゃあ全然いいと思います。責任を負わせる、お前も力貸したら責任を負わせるっていうか、もう自分が負う気があるんだったらもうやってるんじゃないですか。それで、あやくやだったらやめとくんじゃないかって。もう負う気あるの。はい。全責任。給料ゼロするぞ。その振り返りだし。生活最低限の、まあ、月に20万。で、そりゃそうだろ、当たり前やん。マジで。俺は赤字だから悩みな。そうっす。だから、寝るからにはもう自分の会社をやるって思ってやろうと思ってるんで。そうそう。そう、当たり前のことやな。そうっす。うん、それぐらいじゃないと。まあどうなんだ、まあ、とにかく、まあ、俺が喋ってもしょうがないけど責任を負えるんだ。そのこと、まあ、だってまあ本当に、まあ、休暇とかない、まあ、まずはな、いけるんでしょう、はい、まずどうしてくんの。まあまあの会社、まあ、本当に人件費カットじゃないですかね。無駄な
リンクをかけないことと、リンクもそんなかかってない、いや、かかってますね、絶対かかってますね。何が、いや、このマンションでもそうですけど、今竹と言ってますけど、やっぱ段取り悪いです。段取り悪いし、それでおかって人間費がかかる。まあ、大きいと段取りの方が大事だもんな、動くだけじゃねえもんな。そうですよ。まあ、そことやっぱりもう細かいことですけど、もう高速道路もそうですし、うん、高速道路使わないと思うよ。こんな行政も働いてもんだもん。時間変わらんのに市内でちょろで飲んだよとかはあるけど、一人一人が意識してできればいいんですけど、あ、うん、ちょっと近いから高速使わずに帰ろうとか、うん、もうやってくれればいいんですけど、でも絶対それできないんで、誰かが徹底し、うん、バンって言わないと。だって俺15年会社やっても言い続けたんだよ。だからその辺も全部やっていかないと、うん、やっぱもう細かいこと、うん、細かいこと削っていかんと、その1000円でも1万円でも、まあ、まあそうだろうな、うん、やっぱドバもでかいしな。大きいですね、無駄に、うん、ドバも勝手が悪いですね、やっぱり。いいでもあれぐらいのドバ探さんとやばいっすよね。いらん、もうあんな半分でいいと思う。半分使ってないじゃん。あ、まあその浅田さんのところに貸してる分はいらないですけど。ああ、そういうことな。そうそうそう。まあでも土地買ってもいいけどな、もうこんなきゃあれだと。そうですね、それでアスファルト引いて、うん、それだけでも多分効率全然変わると思います。2億で買ったんで、2億もしないんじゃないですか、するんすか。いや、大きさだ、成長。まあ田舎の方が安いけどな、うん、月号10万とかあるのかな。10万で多分1億とかあるのかな。まあでもやるならもう本当相当だと思う。はい、まあ、単独だからもう言い訳聞かんから、有事がどうってこうとか、そうしよう、無理だろうって言われるわけだな。はい、そうなるかな、誰が。それは全員が全員自分じゃないからね。俺がもう一人だったら最強なのになとか思う時あるけど、まだ喧嘩になるだろうな、二人寄ったら。絶対に合わせねえんだろうな。同じにちょっと考えなかったから手にしたけんじゃねえよ。めちゃめちゃ喧嘩になりそうだよね。だったら多分同じで違う会社作ろうよってなるかもしれないです。もう別やこれを詳しくさせるのは厳しいぞ。まあまあまあ、それは俺にも責任があるしな、お前だけの責任じゃねえし、うん、まあ、まず今年、まあ、どこまでいけるかやってみて、まずは黒字化してからじゃない、はい、ちょっと一回ミーティングはしようか、はい、2人で。お前ならお前をと2人で月1ミーティングぐらいはやっておこうか。はい、はい、じゃあもうお前もあんまりちょっと怒るじゃん、こいつ。何を怒ってもないです。ちょっとあの動画だよ、なんか早く座ってーとか出てるんだけど。いや、あれは別に怒ってない、いつも、はい、怒った言い方じゃない、別に。怒って聞こえるんだよ、早く来てって感じ。じゃあ、あの編集の煽りだよ。まあ、なるな、美味しいもの食べさせて、健康に気使って疲れるんだな。早く寝かしてあげて。早く寝てます。ミオも早く寝るようになったもん。らしいね。健康体だよ、もう。健康体らしいね。めっちゃね。まあ、新しい子も入ってみて、勢いがあるしな。ポップも一人出るのもちょっと考えてもいいかもしれない。ですので、はい、また視聴者の人、視聴者の方、見てください。はい。お願いします。お願いします。あ、足場さんの買い取り、まあ、ぜひ。もうちょっと買いもんじゃなくて、まあ、まあ自分たちで使うものはもうどんどん欲しいんで、買い取りしてますんで、高価買い取り、本当にね、まあ多分普通の買い取りよりは 10%20% 高いんちゃうかな、まあ、自分たちで使うからね、うんうん、ぜひ声かけてください。はい、うん、あと実習生特定技能、はい、本当にね、よく働きますよね、実習生は。今はなんかちょっと、まあベトナムでもいいし、ミャンマーとでも目向けましょうっていろいろやってますんで、ぜひ七井戸パートナーズ、うん、本当に優秀な方がやってくれてるので、ぜひお願いします。お願いします。あと飲み会イベント、まあイベントと飲み会というよりもイベントですね、コンペとか、うん、何だっけ、名刺交換会、うん、そういうのを主に案内していくよっていう。そうそう、案内のために登録してねって。そう、まあ、まず100人集めるんですよ。まず100人、100人集まったら何か1回なんかやろうか。何人集まった？今もう40人近く。マジでやべえじゃん。女性何人？40人近く。 2、3人。すげえ顔女子は入ってよ。2、3人。もういいけど男好きだし、まあ、仕事もしてないんだけどな。そうやってまた足場さんとかな、いろんな職業の方いる、うん、お庭のことやってる人とか。あ、本当。あ、そういいね。タクシー運転手さんとかね。本当めっちゃいる。あれ1回はバーンと、どんな職種でも何でも男も女も OK から、第1回はな、まあ、とりあえずみんな集まってみたいな。そうそうそう、もうゴルフやりたい。
4月ゴールデンウィーク入りますんで、はい、うん、登録し、ここに登録してくれたら、あの、ね、4月の案内、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、頑張るぞー。